どうぞ。こんにちは、マスターピースの中瀬です。はい、今日はうちの店の近所に、うん、シェアハウスじゃなくてシェアチャリの組織ができて、うん、そこに今日とんでもないものが届いたっていうのを聞いたんで、それを見に来ました。遊びに来ちゃいました。じゃあ早速行こう、はい、行こう。お邪魔します。すげえすげえすげえ、すごいな、頭脳がいっぱい。じゃじゃーん。おお、こっちっすね。そう、あのまだ言ってなかったけど、これ逆さま。反対だ。山になってる。冷蔵庫がおしゃれ。なになに？すごい。お、頭脳。うん、で、まあ今日頭脳見に来たわけじゃなくて。あ、じゃないの？そう、今日はほら、これと、お、これ。カラビンか。お、ケルビン。そう。すごい。田辺さんと近藤さんのチャリが届くっていうんで、ぜひ見に来なきゃって。これは誰のですか？これ新さんの。新さんの、うん、こっちはジェニー、うん、ちょっと待って、新さん、このうちはどういうことなの？新さんのうちなの？いや、このうちは自転車をいじりたい人たちのための、うん、みんなで仲間で家で借りた家ですね。シェアハウス。はい。で、チャリっていうか、うん、チャリンコいじる部屋。最高じゃん。あ、工具もありますね、後ろに。全部あります。うん、これだけではちょっと足りない感じだけど。もうあのそこら中にちょっとあの汚いんですけど。汚い。わお。キッチンがキッチンじゃない。そう、キッチンはチャリンコ置きます。すっごーい。え、じゃあこのパーツはみんなのなんだ。そうですね。わお。みんなのやつをそれぞれ家に置ききれなくなったやつをみんな持ってきて、うん、みんないっぱいパーツ持ってるもんね。そうですね。シェアリングもできる、あ、シェアもしていいんだ。シェアもしちゃう。すごい。この辺がそうだよね、確か。この辺はまあ全然使っていいやつ。この辺はシェアで。さすがにフロントが多いけどね。そうですね。リアはなかなかシェア。高そうなホイールばっかり。うん、難しいかな、うん、すごいすごい。差し入れのカゴ買うの忘れた。でも、しんさんがもう、ペダルつけたら走れる状態になってるし、ね、こいつの、こいつのペダルを、あ、なるほど、ね、ちょっと一回付け替えようかな、うん、思っている。こっちは三連勝だし。うわすごい。でもう3連勝はもうないけど、唯一 DNA 引き継いでるのが、ね、近藤さんだ。まさしく DNA。 この家に何台あるんだろうね。上に何台あるかな。上に3、上に3本か。2階もあったか、そっか。2階は今ほとんどガラガラっすけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12本ぐらい。え、じゃあこの家は住んでるってわけじゃないんだ。住んでる時がある。たまにね。家主。すげえ。最高じゃん、じゅんさん、この環境、ね、うらやましい。人 の借りて乗れる、パーツ交換もできる、工具が揃ってる。そう、仲良しメンバーの秘密基地ですね。うん、本当だね。やばいのがそこが酒屋っていう、ね、そう近くの酒屋さんね。そうそうそう、酒屋。これよりそうだよね。いや、これカラーリングいいよね。うん、いいっすね。これめちゃめちゃいいですよね。ね、うん、クランクはシュパーブですね。ああ。シ
ファーブの NJS で、まあリアはイブリ。なるほどね。うん、チェーンリングはどこ？これ。チェーンリングはね、それ俺栄なんすよ。うん、あ、そうなんだ、うん。変わってるよね、これ。そう、栄の一応薄刃のやつ。あ、なるほどね。はい。にしてます。軽いんで。何がすごいってあれだよね。三連勝のデカルがついてる。いや、これあれなんですよ。トリプルクラウンです。あ、そうなんだ。はい、三連勝かと思った。ケルビンのトリプルクラウンで。東京にいる頃あれだよ。あのほら西山さんと、はい、西山さんとか富士と、うん、近野さんとで一緒にチャリ作ったのね。はいはいはい。で、それ出来上がった後、打ち上げで近野さんに散々言われて中さん、鉄って古いあの部材だと思うでしょ、うん、そんなことはないってそうですね、そう鉄古いでしょ、もう100年以上経つんだからもうカーボンよりも軽くしなやかにできるし、造形思うようにできる、はい、こんな素晴らしいね材料はない、一番いいですね、鉄が言われて、はぁ、い、はぁって言ってたけどいやもう絶対鉄が一番いいです、うん、何がいいって、やっぱこれラグでパイプつけてるって一番いいからね、うん、綺麗、超綺麗、うん、なんかもう工芸品みたい、うん、だからこれヘッドマークがすごいよ、これ、うん、すごい、うん、カスタムのポイントは、しんさん。ポイントっすか、うん、こここだわってる。まあ全部だと思うけど。スライダーっすか、うん、スライダー。一応ニットのスライダー、それはちゃんとしたニットのスライダーです。このパーツたちはどうやって集めたんですか？これはでも、結構オークションが多いっすね。まあね、店行って売ってるって思うんじゃないかね。売ってないの。あとは、それこそ沖縄のシュハリバイクワークスで買うやつと、って感じっすかね。まあ、もともとね、ギラだからね、はい、そこはね、パート持ってた。あれ、そもそも、シンさんとユキさん、何台ずつ持ってんだっけ、ピスト。今こっちが多い。ユキさんの方が多い。1、2、3、4、5、5。おそらく 5? おそらく 5?僕は4本。4本、まあ、か動くやつが4本。うんうん、フレーム入れちゃうとちょっとわからないんですけど。あ、組んでないのフレームは何だよ、のフレーム多分、え、フレーム入れたら10本ぐらいあんちゃうかな。うん、すげえ。うちの店で多いわ。うちの店、今売れる完成車2台しかない。でも売れたからじゃない。え、じゃあ、ここじゃなくて家にもいっぱいあるんだ。家にもありますね。自転車屋さんやれば。なかなか自転車屋さん大変だから。じゃあこれがケルビンで、うん、でもう一個はあれだ、田辺さんのところの、うん、これから組むのか、ジェイ君の、はい、ジェイ、っていうかあれだよね、このカラーリング、この見たことないもん、ね、うん、マットゴールドってえ、これ高田君の、そう、わお、すごい感じでね、こんなの見たことない、ね、この間の YouTube でさ、カラビンカの新車紹介したけど、うん、また違うね、デカールの感じも、ステップバッジがでもシールなんだね、ね、そこだけがちょっと、うん、ってなってますけど、うん、どういうパーツつけるんだ、僕はもうヴィンテージの、うん、マイティコンペやったり、ニットパールだったり、NJS チックに、うんうん、タイヤは昔のカンファのあれ、アンパニオのチューブラのタイヤを入れて、軽めにシティポップに乗ろうかなって、うん、楽しみ、うん、うちにあったね、あのシュパークのシティポップ27だった、あ、27ですか、これ7.2なんで、ね、惜しかった、うん、あれがつけばね、シュパーオだからなかなかいいんだけどね、うん、すごいな、
両方とも今日の今日できたんでね。そうね、うん、これ楽しみだね。うん、楽しみ。パッと見てこれでかくね思ったけど、考えたら高田君これぐらいのサイズだよね。今まであ確かにね、今までちっちゃいの持ってたから、うん、でもこれちょっとメッセンジャーのお仕事ではとてもじゃないけど、ね、すぐパクられちゃう。もったいないもん。え、これサドルはこれどれに作るの？それ誰の？それは私の家に転がってたやつ。もういいじゃん。意外といい。うん、いいじゃんこれ。あ、そっか、こんだけパーツたくさんあったらなんか、そうね、いらなかったやつとか持ってきて、ね、いりますみたいなのとかよく。合う合わないチェックできるね。中瀬さんがここから仕入れることがあるかもね。確かに、あり得るかもしれない。このパーツ欲しいみたいな。いやこれ楽しみだね。うん、いやね、あのキルブとカラビンカ見れて、なんかね、2人ともほらオーナー知ってるからね、めっちゃ懐かしいなっていうのと、うん、あのね、こういう同じあの趣味持ってる人たちがこういう歌手に集まれて結構いいし、いや本当に、うん、あの大きなお世話だけどね、そこの一面とか、うん、こうフレームラックにして、はい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 、こっちの一面、うん、あのホイールラックにして、うんうん、今日はどれとどれにしようみたいなっていうのができればなおさらいいんだけどね。チャリのクローゼットみたいにね。そうそうそう、っていうこともできる可能性あるし、ね、っていうか本当同じ趣味の人が集える空間ってこれ非常に貴重だと思うし、夢のお家だね、うん、多分ね、見てる人もあの地方でやろうかっていう人出てくるかもしれない、ね、ね、大阪より地方ではもっとね物件安いだろうしね、うん、できると思うしっていう感じで皆さん検討してみてください。最後まで見てくれてありがとう。気に入ってくれたらチャンネル登録お願いします。